さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。てことで今回はマルチガチャ、これについて、ね、お話ししていこうかなと思います。はい、まあ、年に1回の激アツガチャになってますから、まあ、引き方を間違えないようにするっていうのと、あとね、ライブのコメントでね、結構今回の周年、まあ、ウリエルとかがすごいインパクトあったのかな、あの後日ライブみたいなのやった時にですね、まあ、今日から始めましたとかね、あとはそのずっとやってなかったんですけどやり始めましたみたいな、今の環境教えてくださいとか、まあ結構ライブでそういうコメントが目立ったかなと思ったんですよね。うん、で、まあマルチガチャっていうのも毎年やってるんで、まあ、毎年やってる人にとっては、まあ、自分で判断して引くガチャっていうのね、今の環境も分かってると思うんですけども、まあそれは復習の意味も込めて、今回まとめて話していこうかなと思います。はい、ではまず前提の部分ですね。はい、マルチガチャの立ち回りの部分になりますと、ルールがですね、まあ、4人まで一緒にマルチで引くことができるガチャになってまして、1人ずつ別々でそのガチャを引くことになります。その4人集まったとしてもね。はい、で、引くのはまず14種類ガチャが用意されてまして、そのガチャの中から1つ、ガチャを選びます。はい、でその選んだガチャの中から対象になってるキャラっていうのが、まあ、10連1回分10体排出されまして、当然限定も入ってるんですけれども、はい、10体排出されまして、その排出された10体の中からヒットキャラ1キャラピックアップして、そのキャラを入手することができるよというガチャになっておりますと。はい、なのでね、あの対象がすごい幅の広い超獣神祭、激獣神祭って、まあその属性全部の属性出ますし、限定も超獣激獣に設定されてるね、限定とか出たりするんですけど、レッドスターズだったり、水の遊園だったり、属性限定というところを引くことができればね、だってあの属性限定のガチャ引けば、そのなんかその属性しか出ないから、まあ他のガチャよりは狙い撃ちとかがしやすくなってるみたいなイメージですね。はい、なんでガチャを選ぶってところで、まあ、そもそも、星56が何体排出されるようなボックスになってて、そのうちの何体が欲しいのかみたいなのをいつも以上に、見る必要があるんですね。はい、なんで引きやすさ、ピンポイントの狙いやすさでいうと属性限定の方が高かったりしますね。はい、他の全部が対象のガチャより、はい、だったらまあガチャ選んで1体選あ 10連して、で1体選択しますと。でこの選択したやつ4人でマルチでやってますよね。このマルチで選、ね、選んだこの4人がそれぞれ今の行為を行いまして、引いた、ピックアップした1体のキャラっていうのが全員に届きます。ルシ選んだ、マナ選んだ、ガブ選んだ、ヤクモ選んだってなったら、その4人で引いた4人がそれぞれ引いたキャラがその4人全員に1体ずつ配られます。なので4体最大キャラをゲットすることができるガチャになっております。それゆえにですね、ソロで引くのが圧倒的不利、めちゃくちゃ不利です。でね、始めたばっかの人たちってもう他のストライカーにお友達がいなかったりとか、まあ、ずっと長くやってもソロでやってますよって人も中にはいると思うんだよ。はい、じゃあそういう人たちってどうすればいいのかっていうと、2パターン分岐がありまして、まあ、まず1つ目ノラ、これ大事ですね。ノラってね、今ね、あの多分範囲も結構広がってまして、普通にそのマルチガチャっていうのもノラマルチができるんですよ。うん、なので、普通にポーンとそのマルチガチャっていうのを貼っていったりとか、自分でそのマルチを検索したりすると他のガチャのところに入れたり、自分のところに入ってきてくれたり、しますので、友達がいないだったりとか、周りにやってる人いないとかいう人でも、絶対にマルチは使った方がいいと思います。でこれ注意ね、ソロでやる人だったり、そのね、友人と引くっていう予定がない人に関してはですね、早い段階でやった方がいいです。あの最初の方に同じ考えの人たちがマルチをバンバン募集しますので、どん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 ね、そうマッチングして、あのいなくなっちゃうんですよ。うん、で後日そのね、あギリギリ期間ギリギリだみたいな時に引いてしまうと、かなりですね、そのマルチを張ってる人がいないみたいな状況にもなっちゃったりするので、ホットなうちに、そういうのは引いといた方がいいと思います。ただね、その期間ギリギリまで待ってそれまでに引けるかもしれないみたいな考えの人は、そちらを優先してもいいと思うんですけど、一応念のため、そこは注意しておきますね。はい、なのでそのマルチガチャっていうのは期間内になるべく早めに、やった方がいいんじゃないかなと思います。ただ今言った通り、期間その間にね、引ける可能性があるから、引きたいガチャが変わる可能性があるから、それを待つって人はその待っても全然大丈夫です。はい、まあここの駆け引きっていうかね、そのいつ引くかっていうのは自分でね、その辺コントロールしていただければなと思います。はい、でもう一個のパターンはですね、 SNS の利用です。 SNS で結構その水の遊園一緒に引く人いませんかとかね、例えば水の遊園のサヨグラを1点狙いしたいから、サヨグラ1点狙いの人いませんかみたいな人、そうすると4人集まった人が全員水の遊園で引いてくれますので、でかつ全員サヨグラ狙いっ
ってことになりますから、自分がね鞘蔵欲しいってなった時にそれを持ってる人が他に3人集まりますから、40連分鞘蔵狙いの価値になるわけですよ。こんな感じで一点狙いっていうのは結構 SNS で見かけて、仲間を募集してるって人多く見かけますので、そういうのを利用してみてもいいかなと思いますね。ただですね、こちら、まあ、ノラマルチの方も一緒なんですけれども、どういうような形になっても責任を取れないので、そこは、お気をつけください。まあ基本的にね、まあ、世の中にはやべえやつより、まあ、普通やばくないやつの方が多いので、相当引きが強くない限り当たらないんですけれども、例えば水の遊泳をやりますって言ったのに急にレッドスターズ引き始めるとかね、武田信玄とか選び始めるみたいな、そういう人も中にはいるかもしれないので、一応 SNS とか使ったりする場合はね、自己責任で、お気をつけくださいという形ですね。SNS からちょっとノラマルちゃんがまだ違いなさそうですけどね。はい、では、ここからはですね、ガチャを一つ一つ分解して、どこにどういうキャラがいて、どのガチャが今回熱いのかって話をしていこうと思います。ここからは少しずつ、早めに話していきますね。ガチャが多いので、なんせ14種類ありますから。はい、じゃあまず1個目、属性ガチャからいこうか。レッドスターズ、はい、レッドスターズ、はい、なしです。なし、よほどキャラが性癖に刺さってるとか、このキャラだけ持ってないとか、ここがピンポイントで勝てなくてこいつが欲しいとか、そういう理由がない限り今回レッドスターズは引く理由一つもありません。はい、キャラとしては鬼丸だったりエビスだったり気流用のチャージ役だったりとか、割と強キャラはいるものの、今年中にまだレッドスターズの限定が出る可能性っていうのが控えている。プラス、緊急性の高いキャラっていうのが大きく数体いるっていうガチャじゃないんですよ。なのでレッドスターズは個人的にはなしです。だから今回ピックアップするキャラはいません。次、水の遊園、はい、ピックアップキャラクターは4体、ワタツミ、さよならグラビティ、シャルルマーニュ、アナスタシア、ここは全て大当たりと言ってもいいと思います。はい、ワタツミに関しては未だバフ役で、最上位のバフ役になっていますし、さよならはもう言うまでもないね、アレスターです。他で使っても強い。そしてシャルルマーニュに関しても、マドカアルファとかが、ね、複数取れてない限りまだパーティーに入ってくる可能性のあるキャラかなと思いますので、今回はピックアップしてます。アナスタシアに関してはもう説明する必要がないですね。はい、もうモンストをダウンロードしてアナスタシアを使う、もう5秒で気づきますね。はい、他のキャラ使ってないのにこいつが様子おかしいなってなるキャラです。はい、もうなんか今トップ10とかモンスト界トップ10とか上げてもまだいまだに入ってきてます、絶対に。なんでアナスタシアは、大当たり中の大当たりなので、ゆえにですね、結構ピックアップキャラの中でもすごい強いキャラがいます。水の遊園は当たり気味になりますね。最後にまとめますので、はい、じゃ次、グリーンファンタジー。引く理由にしていいのは2キャラかな。はい、この2体、ドン、新島八重とタルタロス。はい、まあ、八重ちゃんは、大きく変わるかな。 EX ステージの周回をする、水の深淵近畿を周回するって人にとってはかなり、欲しいキャラなんですけれども、そこをやらないよって人にとってはかなり価値の下がってしまうキャラになりますので、そこはお気をつけください。タルタロスも同様ですね。普段使いっていうのはほとんどないキャラになってまして、天魔空中庭園の5の加速枠ですね。まあ後から出てきた適正キャラクターがですね、超減速を持ってなくて加速の要因がないってキャラが固まってますので、タルタロスの加速がすごい重宝するんですよね。はい、なのでそういう理由があって引くならタルタロスありだと思いますね。逆に今言った2つの理由がない場合はグリーンファンタジーはそこまで価値の高いガチャじゃないんじゃないかなと思います。では次、スターライトミラージュ。はい、スターライト、ピックアップするキャラクターは、まあ、気持ち多め5キャラ。はい、オーデンタンミツヨ、オニャンコポン、シュレディンガー、クリムとルミナス、こちらになってきますと、これもそれぞれね、ピンポイントで理由があるかなと思います。オーデンタンミツヨは、近畿深淵闇の周回キャラとしてまた筆頭として活躍してますよね。はい、そこでの活躍がありますので入れました。さっきで言う新島八重みたいな役だね。はい、なんで EX をやらないなら、まあ、そこまでかなっていう感じ。あとは一応天魔のね、試練の Q でも使うことができるんで、なかなかキャラパワーは高いです。オニャンコポン、ところどころ普段使いもあるキャラクターになっておりまして、まあ、基本的には天魔、試練の4の適正キャラになりますね。はい、強固アルファだったりとか、そのあたりのさらに上位のキャラを持ってない限り、未だ1000キロの活躍見せてますので、オニャンコポンも、当たりキャラと言っていいんじゃないかなと思います。シュレディンガー。はい、シュレディンガーは、まあ、コピーキャラですね。はい、まあ、未だそのコピーキャラで属性キャラへも乗っけれるやつっていうのはそんな多くありませんので、まだまだ活躍がしてますね。でコピーの価値もね、最近またちょっとずつ上がってきましたので、まだまだ活躍できるんじゃないかなってことで1本入れてます。あとは近畿周回だったりとかでも、ぼちぼち活躍は見せてますので、未だに、はい、まあ、そういうのをやるって人だったらちょっと価値は上がるかな。はい、クリムト、
クリムトはもうピンポイントですね。天馬、空中庭園の7。はい、ここの適性が少ないよって人に関してはクリムトは、かなり強いと思います。ただ当時ほど価値は高くなくてですね、今回のイベントでウリエルが、発表されたおかげでクリムトなしでも激輪の生存ルートが発見されましたので、そこまで大きく当時ほどは、価値が高くないと。ただまあ未だにでもすごい強いキャラクターになりますので、持って損はないと思います。ルミナス、はい、ルミナスはこれからですね、過去の実績で言うとエンベズラーの最適性格っていうところ、まあ霊説にはまるところでかなり価値が高いんですが、はい、まあこれからもちょっとね、あのキラントン級があまりにも高いっていうのと、持ってるものが全て強いキャラになりますから、まあ今後のことも考えてスターライトでは一番のあたりと言ってもいいんじゃないかなというキャラクターになりますね。登場したのも最近ですし、今後引いていくかと言われると、ルミナス以外を一緒に狙うっていうので、そこまでね飛び抜けて価値がねルミナスに追いつくってやつもいませんから、こういうところでゲットしておくとかなり優秀なキャラだと思いますね。はい、まあ有利になりますよね、今後もね。はい、では次ミッドナイトパーティー。はい、ミッドナイトパーティーは3キャラかな。はい、ジュズマル、ルナ、ミトミツクニ。はい、まあ、上級者の方、長くやってる方に関しては、まあ、ジュズマルとミトミツクニ、はい、始めたばっかだよって方はやっぱり、ね、未だにルナは、始めたばっかり手にしたらオーバーパワーのキャラなんで、ここをおすすめします。ジュズマルは、天馬空中庭園の6の適性になっておりまして、金木くんとかはいなかった人にとってはまだまだ使うキャラになりますよね。はい、で次ルナに関しては今言った通り、まあモンストのね今の環境を勉強する上でルナほど都合いいキャラいないんですよ。まあバフをかけて強くするっていうバフ環境であり、はい、高難易度とかはね、このアビリティ対応能力の高さとドレインだったりとか、そういうところで高難易度でのそのね必要なアビリティの強さを実感できるところ、あとは友情コンボの、バウンドチャージ、これでストライクショットを短縮する、今も本当短縮環境になってますので、20何ターン短縮なしとかはもう使われもしないんですよ。本当に短くて最低でも16ぐらいは欲しいかなっていうような、今短縮環境になってまして、その短縮を学ぶことができるっていうのですごい入り口として完璧なキャラなんですよね。はい、なので、まあ、ルナは一応名前を挙げてきます。で、ミトミツクニに関しては、まあ、普段使いもちょこちょこありますね。やっぱ持ってるパワーが高いので、はい、まあどちらかというとでも近畿深淵の光でございます。はい、ここで猛威を振るキャラクターになりますので、先ほど言っていました新島八重、オーデンタ光代に近い形で EX を周回するなら価値はぶち上がるキャラですと。はい、まあ3キャラとは言ったんですけれども、一応他にもいまして、清掃ちゃんがまあその準強キャラって言っていいかなと思いますね。今後が未知なんですよ。うん、だ実装されてから正直ずっとほっとかれてまして、はい、友情で楽しんでねで終わるのか、今後何か用意されているのかっていうのが未知なところになりますので、実装タイミングも最近ですし、今のうちにネゲットしとくっていうのは一つの選択肢としてはありなんじゃないかなというところですね。なんで大きく言うと4つ4体いるって感じですね。はい、ここまでが属性限定のキャラですと。はい、属性限定はですね、レッドスターズだったら非属性のみ排出っていうガチャの特性がありますから、こういうね属性を一つの属性に絞るっていう狙い方も OK です。はい、特にね工場キャラで狙うキャラがいるっていう場合はですね、まあ、例えば、まあ、モンタナ、不可思議やりたいからモンタナってなったら、モンタナが一番出やすいガチャっていうと自然とミッドナイトパーティーになってきますから、工場キャラで何体欲しいのがいるかっていうのも少し意識しておくといいかもしれないですね。はい、あとは属性限1点狙い、例えばタルタロス1点狙いとか、オニャンコパン1点狙いとかになってくると、他のガチャでやっぱ狙うより今回のガチャで引いといた方が比較的狙いしやすいので、まあ属性ガチャの特性はそういうところにありますかね。あたりの感じはこんな感じでした。では次、熱いところいきましょうか。超重神祭、超重神祭ちょっと書き入れないんですけれども、ピックアップキャラはこんな感じ。はい、マサムネ、クオン、そしてヤクモ、ナイトメア、キリンジ、アビス、マギア、はい、ここ全て理由ございますと。てかね、超重に関してはもう全部って言っていいかもしれないね。ピックアップしないアルスランとかネオもまだ強いので、全然まだまだやる気があります。はい、で正宗言うまでもないんで説明しません。でクオンは先日来ましたアブピッシャーの最適性格、そしてヤクモに関しては、こいつ1年前に出たって本当ってぐらいまだまだ活躍を見せてるキャラですね。そしてナイトメア、今貴族性でワンツー争うぐらいの強さを発揮してる両面最強の貴族性キャラです。キリンジ、はい、キリンジはねこの中でちょっと比べると最近活躍は減ってきたんですが、まあ、まだまだ、最強格の、一体になっているんじゃないかなっていうキャラでございます。そしてアビス、こいつが超重でいっちゃん古いんじゃないかな。はい、いっちゃん古いのにめっちゃ使う、過去使った回数で言うなら本当にヤクモとかに並びかねない、それぐらい高難易度の期間限定高難易度での活躍が半端じゃないんですよアビスって。うん、なんでまだいけます、まだいけます、ピックアップに入っていきます。
そしてマギア、これはまあフォーサー一択になってくるのかな。まあ、最近だとねウリエルとかが出ましたので、ウリエルのねヒットポイントからの500倍追撃みたいなところをマギアのねアシストスキルでヒットポイント上昇とか取ったりもすることができるので、やっぱねヒットポイント 50% アップのねあの唯一無二のアシストスキルっていうのはどっかで1本引いておきたいキャラになりますからね。はい、ありがとうございます。はい、こう見るといやいやお前鳥獣一択じゃねえかよっていう風に見えるんですけれども、鳥獣神祭はですね引かない理由も結構重くありますと。はい、去年までのコラボとかを参考にするとですね、今年も、どっかであの鳥獣神祭のコラボっていうのが実装される可能性がありまして、はい、ってなってくると、そのコラボキャラクターを回すときに普通に一緒に鳥獣のキャラを狙えるっていう風になる可能性っていうのは全然あるんですよ。はい、これが理由一つ目ね。じゃあ今引かないでその時に引けばいいじゃんって話になりますよね。はい、じゃあそれが仮になかったとしても年始がもう近いよね。1月1日に政宗、ヤクモ、ネオクラスのキャラクターが出るっていうのが、まあ、ほぼほぼ確定しているわけですから、そこまで我慢できればそこで一緒にねこれから狙うこの鳥獣神祭ってキャラを狙うことができるわけだ。はい、ってのを考えるとですよ、鳥獣神祭ってここで引いてじゃあ鳥獣のクオンゲットしたってなったとしても、じゃあ来月の鳥獣神祭はコラボ鳥獣神祭ですと、クオン 2,3 体引けたんだけどみたいな、そういうことになりかねないんですよね。はい、でそこもさらに我慢して年始まで迎えれば、年始なんてもうその時持ってるオーブ全部ぶっぱしますから、はい、引ける可能性ってのは大きいですよね。なんで鳥獣はね結構そういう緊急性が高いところで言うとクオンとかがね、やっぱ次アブピッシャーが来るまで引きたいとかなるかもしれないんですけど、ちょっと我慢すれば一応そういう引く機会があるかもしれないよってのを覚えておきましょう。はい、で次、激獣神祭。はい、激獣神祭はですねピックアップキャラクター6体でございます。こんな感じ。はい、モンテクリスト、チハヤ、ギルティ、ミューズ、激凛、メモリー。はい、もう全部強いね。ここに関しては言うまでもないですね。今回話に出さなかったサトリ・ファウスト、ここもねまだまだ天魔の試練のもやるって人にとっては貴重なキャラクターになってますから、うん、全然全部って言ってもいいと思います。はい、もうなんでもう説明する必要がないですかね。鳥獣はね結構ピンポイントに高難易度の1位を取ってるみたいなキャラクターが多いんですけど、激獣に関しては高難易度に行けるかつ普段他のところにも結構な頻度で顔を出すってキャラが多いんですよ。多分ね激獣のモチーフがそうなんじゃないかな。一個にピンポイントっていうよりはいろんなとこにめっちゃ使えるみたいな感じのをなんかその軸に置いてる気がしますね。ギルティのバフとか、ちはやもね近畿のね EX 集会とかね、したりしつつ、無料体質の集会してたりしつつ、神殿のワンパンもできたり、この前のねシャンフロのね常設とかでもちはやが一番強かったりとか、結構いろいろ顔出したりとか、モンテもバフ役でいろいろ出したりするし、ギルティに関してもバフとかチャージ役で顔出すよね。でミューズも短縮役とかね、いろいろやったりするし、激凛に関してはもう数えられないぐらいハマってる。でメモリーもそう、渾身っていう唯一無二のアタッカーになりますし、渾身超スピねのアタッカーになりますし、あとはコピーがねできたりとかしますしっていうので、ね、結構そういうのは考えられてんじゃないかなと思いますね。はい、なので劇場に関してはどれ引いても特に初心者さんは当たりです。ただ鳥獣と同じぐらい注意点ございます。激獣神祭は今年中にですねもう一体新限定キャラクターが発表される可能性っていうのがすこぶる高いです。はい、なのでですね、そのタイミングで激獣の新キャラっていうのを引きに行く人に関しては、ここ一回我慢しておくと、そこで効率よくこのキャラたちを狙うことができるかもしれないですねという話ですね。ただですねこれ気をつけてほしいのが、じゃあいざ激獣をじゃあその時引けばいいやって言ってここをスルーしたとしましょう。激獣神祭のガチャが来るってタイミングの時に結構もう本当にいよいよ年始を意識しなきゃってタイミングで来ることが多いんですよ。はい、なんでじゃあここで激獣神祭をマルチガチャで選ばないで激獣の限定が来た時に引こうって考えても、その時にまた新春近いから劇中引くのやめとこうかなみたいな選択を迫られますので、今の段階で判断できないのであれば劇中は候補の1個に入れていいと思います。はい、限定が来ようが来まいが、どちらにしろ劇中が引けていいってことに限りはないので、はい、特にねモンテ、ギルティ、ミューズ、激凛とか持ってない時に、じゃあ限定の時に一緒に狙えばいいやって言った時にね、その4体が引けるとは限りませんから、はい、そういうことも考えると、まあここで候補に入れてもいいのかなとは思いますね。はい、では劇中鳥獣終わりまして、他モンジェネ関連のねガチャに入っていこうと思います。その前にモンコレで
ラックス、はい、当たり1体です。エクスカリバーのみ。はい、まあ純当たりと言っていいのはハレルヤ、アミダあたりがいるんですけれども、まあ基本的にはもうエクスカリバーのみと考えましょう。エクスカリバーも超獣劇中のねキャラクラスに、活躍の幅は半端じゃないので、今のモンスト4校を上げろと言われたらこいつは4校の一角になると思います。はい、それぐらい強いです。で、一応ねバサラが、同じガチャに入っているんですけど、バサラが今後ね、重心化関連順番で言うと近い可能性ありますので、怪しいって枠ではちょっとバサラを紹介しておこうかな。はい、では次、オリエンタルトラベラーズなしです。はい、オリトラに関してはなしです。もう一度言います、オリエンタルトラベラーズはなしです。はい、月下老人だったりね、新しめのキャラを、持ってきていてもなしです。説明はいりませんね。はい、オリエンタルトラベラーズはなしだと思います。次、モンジェレ2018、下っていこうか。2018、当たりキャラ1体、マナ。マナですね。はい。こちらもモンスト4校にね、入りかねないキャラになっているんですけれども、まあ今、魔の非属性と言われてますからね。オリキャラは非属性が魔境になってまして、コラボキャラクターは闇属性が魔境になってますから、はい。その魔境にね、魔境の王に、君臨するのがマナ、エクスカリバー。まあそのうちのマナが出ますよという形ですね。はい。で、アタックはね、マナみたいにね、強いやつっていうのは明確に2018にはいないんですけれども、一応ですね、2周目天使シリーズと言われるラミカマのやつですね。ラミカマ、ザド、サンダルフォン、メタトロン。はい。この5体が、一応過去の実績で言うと、あれなんですよね、5体同時に重心化って発表されてるんですよ。はい。で、今年は多分ないと思うんですけど、来年、ちょっとその5体、もう一回重心化かーいみたいなのを、意識してもいいようなシーズンに入ってくるんですよね、天使ってね。なんでこの段階でこの天使たちっていうのが数体で、その候補に入ってたりすると、まあマナが引けたらラッキー、最高で、マナじゃなくて天使が出たとしても発言だから OK みたいな狙い方は一つ候補として見ててもいいかもしれないですね。怪しいシリーズっていうので天使シリーズを挙げときます。では次、モンジェレ2017。まあ、あったかいね。ここすごいあったかい今。モンジェレ2017。まあ、今回のイベントでね、大きく跳ねた、あれですね、粘土ですね。背徳ピストルズ。そして、ノストラダムス。そして、トゥーフォール。完璧だね。背徳ノストラに関しては今回のイベントで発表されて、かなり強いです。両方とも。はい。なので、ここ2体は当たりと言っていいでしょう。で、トゥーフォールに関しては、空中庭園の1。で、まだ最適性取ってますね。C ブック出てきた以降も、トゥーフォールはまだ使われるキャラクターになりますので、全然狙ってもいいんじゃないかなっていうところ。あと怪しい枠で言うと、はい、今回のイベントでね残念来なかったパンドラさんが、いらっしゃいますので、ここもね、持ってないって人は一緒に狙えるっていうのは熱いとこなんじゃないかなと思います。次、モンジェレ2016。はい、2016当たりキャラで言うとガブリエル、ナイチンゲール、この2体だと思います。はい、ガブリエルはまあいろんなところに顔を出すっていうのを加えて、天魔のね試練の間2の最適性だったりとか、あとは離れ国とか、まあそういうところかな、強い枠の適性になっているところ。ナイチンゲールは幅広いですね。最近の EX ステージからまあいろんなところでね活躍を見せてくれているキャラになりますね。天魔で言うと試練の間7とかかな、はい、とかで適性を持っているキャラになりますので、この2体は当たりでいいと思います。はい、で怪しい枠がすごい多くてですね、おそらく今年の終わりぐらいから、まあ来年か、もう今年はイベント終わっちゃったんでね、来年いっぱいかけてこの、今から挙げる3キャラはどっかしらで来るんじゃないかなっていうレベルのキャラです。ノア、ロビンフット、キスキルリラ、この3体は来年勢ですね。来年っていうか、もうその古いね、ガチャのところから、どんどんやっぱ強化がね、その一律でやってかれるんですよ。この年度の奴らが強化されるみたいなのがね、今2年続いてますんで、来年がおそらくこのモンジェレ2016年勢の、強化になると思うんですよ。で、それが多分ノア、ロビンフット、キスキル。このあたり来ると思うので、今のうちに発言しとくっていうのはすごい重要だとは思うんですよね。なんでガブリエルがもうめちゃくちゃ欲しくて、かつこのキャッチが狙えるならいいかなっていう見方をするのがいいと思います。このロビンフット一点狙いとかをやめた方がいいですね。強靭ムーブ、これ強靭ムーブなんでやめた方がいいですね。はい、じゃあ次、モンジェレ2015。当たりキャラは2体、ルシファー、ダルタニャン。はい、まあルシファーは言うまでもないですね。ダルタニャンはですね、まあ先ほどの新島八重クラスのやつですね、近畿深淵 EX を周回するのであれば、ちょっと必要になってくるかなってキャラ。あとはその最近やっぱウリエルとかで神獣神玉問題みたいなのが発生してると思うんだけど、神獣神玉のあの採掘場のクエストの非属性のクエストで大きく適性を取ってるキャラでもあるので、まあ、そこを大きく意識するならダルタニャンっていうのはいると少し楽になるかもしれないですね。ただもうあの適性なかったらね、優しい方の間でやればいいんで、まあそんなに重要視はしなくていいかも。はい、じゃあ純強キャラで言うとアマクサ、ダッキ、ジキル&ハイド、まあこのあたりになってくるかなと思いますね。キャッチ強いよね。平均
近点高いんですよ、2015年はね。ルシファー狙いつつ、他のやつが出ても結構強いみたいなことが行われるんで、結構強めですね。では次、モンジュレ2013-14。はい、ここ強いね。ここ強い。当たりキャラ、当然、ウリエル。はい、そして、ナポレオン。で、あと言うと、ミカエル、信長 X ぐらいまでは入れていいかなというところになってきますね。ウリエルに関しては、もう一番ホットなキャラクターになりますから、まあ、ここは言うまでもないところで、あとはナポレオン。ナポレオンも強いですね。リエスビレはじめ、爆発誘発役だったりとかね、まあ、ショットスキルの誘発役だったりとか、まあ、かなり優秀な、スペックになってますと。はい。あとは、ま、信長 X が空中庭園3だったり、ミカエルが、ま、近畿深淵 EX。まあ、ちょっとね、もう近畿深淵 EX もね、最適パーティーが組めてるとミカエルは入ってこない可能性が高いんですけれども、まあ、他でもまだ活躍できるというのは、ギリギリま、入れていいかなっていうので、まだミカエルは取り上げております。てな感じが、モンジェ2013-14でございます。パーッとそれぞれのガチャを今紹介した時に、あ、ここで使えるんだみたいなのがあった人は、それをピンポイント狙いしてもいい人なんじゃないかなと思います。正直ね、もうね、長くやって知識のある人とかは自分でもこのガチャを引くっていうのを決めていると思いますので、どちらかというとね、決めかねている人向けにこの後ティア表の話をしていこうと思います。始めたばっかの人優先でティア表を作ります。ティア1、こんな感じ。鳥獣、劇獣、水の遊園。はい。ここもう間違ってないと思います。一つも。はい。鳥獣、劇獣は、まあ言うまでもないよね。当たりの幅が相当広いっていうのと、めちゃくちゃ強い。欠点を挙げるとしたら、星5、6の幅が広すぎて、ピンポイント狙いっていうのが、その属性ガチャとかに比べてすごい難しくなってるぐらい。うん。それぐらいですね。はい。なんですけど、まあ、鳥獣劇場はめっちゃ強いと思います。それでも入れていい。はい。コラボが来るかもしれない、新春があるかもしれない、劇獣追加があるかもしれない、この辺のマイナス要素も含めても、鳥獣劇場、水の遊園。はい。じゃあ、唯一入ってきました、水の遊園に関してはですね、序盤、アナスタシア、ワタツミとかがめちゃくちゃな活躍するんですよ。はい。おそらく、始めたばっかって。うん。で、アナスタシア、ワタツミ引いた瞬間に、とんでもない。そいつ一体自陣にいれば、結構な絶球吹き飛ばせるんじゃないかなってぐらい強いキャラになりますので、ワタツミ、アナスタシアっていうのが5つ、かつ、サヨグラ、シャルルマーニューとかいうね、今後いつか必要になるみたいなキャラも狙えるっていうので、水の遊園を優先しています。キャラパワーが高い。全体的に、水の遊園は。これはね、もうね、10年間そう。いや、これそうだよね。10年間水の遊園強いっす。水の遊園が弱いってなったことほとんどないんで、マジで水の遊園は信用していい。ただ、出ないことがあるね。俺みたいな。水が苦手な人はね。次、ティアツ、こんな感じ。2017-2013-14の2種類のモンジェね。まあ、これはそうかな。そりゃそう。イベントがあったばっかなんで、まあ、ホットなキャラが多く生まれましたから、2013-14と2017、ここは強いキャラ固まっていると思います。はい。じゃあ次、ティア3、こんな感じ。それ以外って言い方すればいいかな。モンスジェネ2015-2018の部分が、あとスターライトミラージュ、ミッドナイトパーティー、モンコレデラックス。はい。まあ、ここは強いよね。マナ1点狙いとか、X1 点狙い。まあ、この辺のクラスのキャラになってきたら、もう1点狙いする価値があるぐらい強いキャラになりますので、ティア3まで上げていいかなってところですね。モンジェネ2015-18の部分も、ルシファー1点狙いだったりとか、まあ、2018だとマナだよね。マナの1点狙いとかができますので。はい。で、モンコレデラックスが、エクスカリバー。で、スターライト、ミッドナイトは幅広く結構強キャラがいるかなっていうところを優先してティア3に入れております。はい。じゃあ次、ティア4。こんな感じ。はい。モンジェネ2016とグリーンファンタジー。はい。グリファンはね、ちょっと今ね、属性源の中でも、かなり引いた時の楽になる度数が、そんな高くないんですよね。仮にタルタロス引いたとしても、庭園後タルタロスで勝てるかって言われたら、こいつだけじゃパーツが足りないし、グリファンで認証やや引いたってなっても、EX をしないなら、もうそもそも論外だし、するってなっても他は埋めなきゃいけないから、まあちょっと難しいところではあるから、グリファンは4まで落としてます。で、モンジャン2016に関しても、ほとんど一緒な理由だね。ガブリエル・ナイチンゲールっていうのが、まあ、その試練の方にハマっているっていうところと、それ以外にやっぱミューズが必要だったりとか、欲しいってなったりするシーンもあったり、まあ、結構その、一体だと、みたいなところがあるんだよ。まあ、貫通ガブはね、めちゃくちゃ強いんですけど、うん。ただまあ、それも1点ならいいっていうと、エクスマナ級に上がってくるかって言われるとちょっと微妙なとこがあったんで、1個ティアの差をつけました。はい。じゃあ最後、ティア5でございます。オリトラ、レッドスターズ。はい。まあ、ティア6まで作るなら、オリトラを6に落とします。はい。まあ、オリトラはね、まあ、さっきふざけて紹介したんで、真面目に紹介しておくと、どれ引いても、即戦力にはならないって言い方すればいいかな。はい。これ引いた。え?みたいな。え?って。攻略サイトを調べるんですよね。基本的にね。オリエンタルトラベラーズ引きました。こいつ出ました。お、何か当たりが引けた。星56の限定だ。攻略サイトを調べました。あれ
どこでって、うん、こういうのの詰め合わせです。はい、いやちょっときついですね、さすがにきつい。うん、でオリトラも無理だと思います。でレッドスターがねちょっとね今年限定追加とかもあったり、ワンチャンあったり、ワンチャンって言っときましょうか、ワンチャンあったり、あとはまあもう今非属性が魔境ですから、その魔境に対して喧嘩売ってるキャラの詰め合わせになってるわけですからね、マジできついと思いますね。うん、まあ言っていいのはエビスぐらいかなと思うんですけど、どうなんだろう、キルヨアとかはちょっと強いですけどね、まあね、うん、でもちょっと理由にはならんかなっていうところでこんな感じでございます。はい、ってな感じで、まあ、今回そういうのでねギア表をまとめてきましたが、まあ、皆さんがねどれをマルチガチャで引こうかなと思っているか、まあ、どういう風に引くか、友達とサブアカと SNS で募集しようと思ってるとかね、いろいろあると思いますので、まあ、よかったらね、そういうのも参考にしてみていただければなと思います。この手のガチャはですね、まあ、みんな自分が何を引くかみたいなのを言ってくれる方多いので、まあ、そういうのを参考にしてね、僕の意見とコメント欄の意見とっていうのをしっかり参考にして、慎重に属性を決めていただければなと思います。最後にもう一度言いますが、絶対マルチでいきましょうね。はい、お得度4倍ですからね。はい、ということでね、皆さん本日も動画のご視聴、トーク動画になりましたがありがとうございました。よかったらね最後にチャンネル登録高評価していただければなと思います。よろしくお願いします。それでは皆様また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。